前は。いかん。竜族、風族の力が一つに。天を焦がし、地を滅ぼし、空を消し去りし、災いの儀式、その名はアネモリトス。みんな城に戻るのだ。族長様、早く戻りましょう。我々の世界に。もう遅い。アネモリトスは再び起きてしまった。もはや誰にも止めることはできん。では我々の世界も。はあ、神々魔王さん。アネモリトスで世界の破滅だ。け冗談じゃねえ。この世界は悪の大魔王たる俺様のためにあるのだ。破滅するとしたらそれは俺様が破滅させるからであって、他の誰の手によるものでもない。ダサン、もう自分のために世界を捨てる。俺もまた男のロマンガッツを思い。竜と人の力、お願い、神々魔王さんを傷つけないで。風の力よ、世界を壊したりしないで、願い。物質転送マシンが。これは過去か、未来か、それとも幻でござるか。Ha ha ha!
風族だわ。この子はきっと竜族。どうやらアネモリトスが災いだけを招くというのは誤りのようですな。ん？世界は崩壊しなかった。我々大人にはできなかったことを子供たちがやってのけた。うん、どうでしょう、未来をあの子供たちに託してみては。我々の小さな輝きを信じて。オイラからもお願いします。お願いします。ヒュー様を信じてあげてください。ヒュー様をこの世界にいさせてあげてください。僕たちも残って必ずヒュー様をお守りしますから。そうだよね、ストーン。え？あ、もちろんです。はい。長い間風族は旅を続けてきた。もしかしたら約束の地などないのかもしれぬ。あるいは我々の努力がまだまだ甘いのかもしれぬ。しかしヒューがこの地に残るか残らぬか、もはや私の、いや私たちの決めることではない。ありがとう、サンダー、ストーン。私、帰ります。私、わかったの。きっといつか、風族と、